小室仁志の新音楽やば。もう番組長くやらしている感じになってまいりましたが、今日待望のお客様、です。小室仁志の新音楽やば、さまざまなジャンルのアーティストをゲストにお招きして、トークとアコースティックなライブを楽しんでいただいているわけですが、今日待ちに待ったゲストをお迎えしました。遠藤健二さん。さて皆さん、一人一人は悲しい時にはトボトボと、嬉しい時にはランランと、悔しい時にはコンチキショーと、このたったの今に生きる原音一致の純音楽家なのであります。いやいや遠からんものは音にも聞け、近く迷って目にも見われこそは千代にや千代に我が世の男さいは遠藤なわけんじ。人呼んで天下御免の純音楽家遠健などしてある時もこの時もカレーライスの男だぞ。すみません聞き惚れましたか。はい、この口上はね、何度も聞いてますけどね、やっぱりその都度その場にこうその場の感じで、けんちゃんの感じが少しずつなんか違うんだよね。少しずつ、今日またこう聞いたことのない感じで、言ってる内容は一緒なんだけど、大体ね、同じですね。ありがとうございます。こちらも読んでもらってありがとうございます。そういうことで、はい、今日はまあ根掘り葉掘り、ああどうぞ、お互いにね、でも忘れ流したね。そうなんですけど、認識しておいていただきたいのは、今日ゲストですから。ああそうなんです、ね、そうです。そうなんだ。ですから僕が聞きますのでそこのところ忘れないで、はい、ゲストの分をわきまえて、はい、わ、はい、かります。じゃ あんまり小室さんに聞かないです。そうです、インタビューしないか、俺がインタビューするんだ。はい、わかります。一つよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。やっております、ね、その長くやってきているっていうことだけを頼りにやっておりますが、この番組もちょっと長くやらせていただいておりますが、小室仁志の新音楽やば、遠藤健二さんをお迎えして、はい、健ちゃんはね、僕のこと怒るんですよ、会うたびにいくつか怒るんですけどね、最近怒られてるのは一つはこの番組でね、僕もう最近は隠居ライブだとかなんかっていうような僕がほざいたらダメだそんなこと言っちゃって俺たまたまつけたら隠居って言ってたんだよ、だから小室さん逃げちゃってと思っていかんと思って、それはまずこの前言わせていただいて、隠居なんか言ってちゃダメ、そういうことはもうおしまいですからね。そうだね。それでもう一つ怒られたのはね、ギターをね、小室さん、本番でね、本番でそうじゃなくてもいいけど、うちで弾くときはギターの弦を、まあヘビーゲージとは言わないまでもミディアムゲージを張れと、やっぱ本番だとやっぱリハーサルと本番違うでしょ、だからリハーサルのとき聞きたいとかないと絶対失敗するなって、もう数々あるから、ちゃんと鍛えておこうと思って、それで、なるべく、生ギターエレキなんかもっとすごいですよ、一番太いところが 0.59 とか、もうそういうふうに鍛えてでないと絶対体は怠けますからね。それでやっていこうと思って、現地に会うたびにね、そう言われるから分かってる、ちゃんとミディアムゲージでやってるっていう、やってないですよ絶対嘘つきました、やっぱりいや俺もまず今日それ言おうかと思って、本当はねミディアムゲージの、弦を持ってこようかと思ったの本当に。しかしケンちゃんはそういうね、本番でライトゲージにして、でドレッドノート型のこういうね大きいボディのギターでもって、やってるのに、そのもちろん曲にもよるんだけど、すっごいソフトなナイーブなさ、弾き方ができるでしょう、ね、まあ、それもちょっと太いので鍛えてるって、自分のまあ小室さんもそうだと思うけど、みんなまあやってる人はみんな俺だけじゃなくて、自分のなんか脳内の中の頭の絵を生ギター一本で俺は表現しようと思ってずっとやってきたから、ハードなやつとかハードロックみたいな一人でやったりとか、あと優しい曲をやって全部自分でやろうと思ってるんですよ。で俺はなんか本当にどんな音楽でも好きだから、小室さんもそうだと思うんだけどね、小さい頃ラジオが聞こえてくるのはもうあれがジャンルがなかったでしょ、
クラシックも落語も浪曲も、まあ、プレスリーもビートルズも、ラテンもジャズもいろんなものが流れてたでしょ。ボーボーボークラ少年探偵団とかそういうのとさ、うん、あのジャズみたいなものと一緒になって聴いてたもん ね、うん、それちゃんと聴いて、でも俺は全部そう表現してやろうと思ってるから、ね、だと思います。だからまあ、自分にかっこよければ、だから優しい音、例えばあの曲こういう感じの、例えばそれが例えばパーシーフェイスだったりとか、そのだとこう優しく弾きたいなっていう部分を太い弦で鍛えるんです。はい、すいません、ちょっと怒られた。そういうことで言うと、このカレーライスっていう曲もね、はい、そういうちょっとこうナイーブなところを攻める、うん、曲になってますけれども、これはあれなんだね、三島由紀夫さんが割腹自殺をした時にね、あの時にそれが一つの、うん、こうインスパイアされてできてる曲なんですね。なんか本当にテレビを見せたら、うん、彼女があのカレーを作ってて、うん、で、あ、いい匂いだなって、うん、まあ、画面の中ではどうも死んだらしいっていう、うん、三島さんったらまあね、あの小学校や中学校の必ず夏休み読みなさいって本出てくるんですよ。それがちょっとまだ自分の中で整理もつかない、死んじゃったんだと思った時に、自分がこうポツンと6畳の部屋だったんだけど、うん、6畳の部屋ポツンと体が浮いて、うん、でポロンポロンって引き出しギターを引き出してたらこう涙が出て、うん、でもあ、お腹すいた、あ、これは正しいなって思いながら、人間ってそういうもんだなと思って作った歌なんですよね。まあ、それやってくれますか。やりましょう、はい、小室さんも、はい、僕もちょっとギター弾かせていただきます。途中勝手に弾きますけど、はい、まあ、小室さんと初めてね、そうです、この曲やるの初めて、はい、ケンちゃんはね、なんかこう物を見たりなんかするようなものがあると歌いづらいらしいんで、ね、そうですね、このちょっと譜面台も取っ払ってもらって準備整ったかな。はい、はい、さあそれでは準備が整ったようです。はい、はい、カレーライスを僕もちょっと一緒にギター弾かせていただきますので、人も多分ね、はい、人の曲のリズムをやるのは大変だと思いますけど、よろしくお願いします。お願いします。ゆっくり、はい、途中で派手になるかもしれない、あまり気にしないでそのまま落ち着いて。了解です、ありがとうございます。君も猫も僕もみんな好きだよね、カレーライスが。君はトントンじゃがいも人参を切って、涙を浮かべて玉ねぎを切って、バカだなバカだな、ついでに自分の手も切って、僕は座ってギターを弾いてるよ、はははカレーライス。猫はうるさく付きまとって、あたいにも早くくれにゃにゃにゃって、とってもいい匂いだね。僕は寝転んでテレビを見てるよ。誰かがお腹を切っちゃったって、とっても痛いだろうにね、はははカレーライス。
君と猫はちょっと甘いのが好きで、僕はうんと辛いのが好き。カレーライス。カレーライス。やりやすかった。いやーでもこんな曲がさできちゃう瞬間があるっていうのってすごいね。うん、ね、うん。やっぱなんか音が音楽がやっぱ好きなんでしょう ね。なんかまあかっこよくてなんか表現したいみたいなのあるんでしょうね。だってさ練りに練って準備して作ったわけじゃなくて、ふっとした現実の出来事がファッファってあって、うん、それがもういろんな角度から、うん、ケンちゃんのところピッピッって入ってきたことによって気がついたら歌が生まれてたってことだよね。今の歌はね、このアルバム恋の歌という45周年記念で出されたアルバムに、あの44年目のカレーライスっていう歌があってね、ちょっと複雑なんですけど ね。ちょうどカレーライスを作って44年目 で、まあ、この話も聞きますが、なんかケンちゃんがね、はい、なんだか変なものを持ってきたんだよね。ああそうそうそう、いや小室さんだったら、ね、うん、小室さん、あのもちろん普通あの俺たちの音楽もやってるけど、はい、小室さんは映画作曲家としてものすごい人だと思ってるから。俺が、うん、だからなんか、映画の映画音楽の話をしたいなと思って、今これ持ってきたのもそこだけど、うん、あんまり俺は喋っちゃわないんですよね。そうそう、あんまり喋るとね時間が流れる、時間流れる。これ会期大作、たまたまここで MX テレビやってて、うん、これが昔からこれ好きで会期大作 LP を持ってて、はい、まあ見てもらおうと思って小室さんに。でこっちが、あ、これは東宝の映画シリーズで、うん、これ10枚組というか、まあ出た時にこれはあの実は東宝の人がこれが映画音楽好きだったらみんなくれたんですよ、うん、これは宝物です、ね、舞鶴敏郎さん、まあ、この人あの日本の映画音楽世界的に見てもそうですよ、そもそもあの多分クラシック、俺は日本の映画の音楽は日本のクラシックだと思いますよ。なるほど、うんうん、もう名作通りですよ。だから俺が言いたいのはもうそろそろ日本の音楽家そういうこういう音楽があるんだってことを教室に飾ってほしいですね。俺はそういう国になってほしいなと思って、まず日本に聞いてください、ましょうと、その方がいい国になりますよね。ですのであのケンちゃんにも足元を見てほしいんですけ ど、 あ、どうです、今日はあなたはこの番組のゲストですので、あ、そう、そうな、さっき言われたのに、はい、ですのであなたのことを私はついつい、はい、あのライブアルバムが出ます、出るでしょ、それはどういうものですか。このさっきの44年目のカレー、これもこれの話もしますよ、恋の歌という、うん、アルバムを作ったその記念で、草月ホールってでライブをやって編集をして、うん、音の編集をしたジャケットも並行しながらやってるんですけど、だそれが7月だったかに出ますんで、ケンちゃんのライブアルバムはねすぐに完売になってしまいますから気をつけてもらいたいと思うんですけれども、でその前にこの恋の歌っていうのが、45周年で CD で出たんですけれども、 CD で出しました。ところが半年後にこれを LP で、ええ、ね、うん、アナログで出したんですよね、まあ、レコード会社の行為というか、まあ、そういうことで、この45周年のアルバムができキンキン、ライブアルバムが出ますが、はい、なんかタイトルあの夢を叫べはもう多分15年ぐらい前の、うん、そうか古いというか、そうだ、ね、まあ、ライブの度には僕は聞かせていただいてますけれども、はい、ご一緒するとそれを歌ってもらいますので、ちょっとセッティング変えましょう、はいはい、もうセンターにビッと立っていただいてということで準備をいたしましょう、はい、僕もここは片付けてもらって、はい、Thank you.
けど、お守りもついたギターでお守り好きなんですよ、なんか守ってもらいながら、はいはい、もう一曲スタンバイもできましたから、座って歌う時とはまた違う円剣スタイルで、はい、ね、2曲目を聴かせていただきます。夢を叫べ、お願いします、はい。
前がやらなきゃあの夢は二度とは瞬かぬ。歌っていうのはさ、はい、これは15年ぐらい前に作った歌だっていうけども、うん、なんていうのこう古びれずにさ時代とともにその歌もまたいろんな様子こう顔を変えながらこう持続していくじゃない歌って、うんうんうん、すごいね、うん、だから多分きっと15年前に源ちゃんのこの歌を聴いた時と今聴くのとでは、うん、多分違う歌を俺は聴いてるんだろうと思うんだよね、うん、なんかそれが楽しい多分俺はなんかいつの世でも、うん、今この瞬間を歌い切れば、うん、それはもう何千年経ってもそれはもう変わんないと思うって思ってずっと歌ってるからその時多分15年前作ったとしたらその時点で自分に恥をかかせないように何しろ自分に恥をかかせないようにやったら俺はずっと歌えと思ってそれがなんか物の作りの基本だと思いますそんな遠藤憲治、はい、今日の遠藤憲治を聞かせていただきました、はい、今日はありがとうございましたこちらこそまたまた金谷さんありがとうございましたお願いしますじゃあ帰ります、はい、じゃあねまた、はい、いやー